ロクマルドライブ、水曜日は斜め45度土屋隼人と玉井アナで楽しくお届けしています。ドライブゲストコーナーパート1、バーバー・ストライセン。さあ、ドライブゲストコーナーです。このコーナーでは各分野で活躍中のゲストさんをお招きしてさまざまなお話聞いていきたいと思います。はい、はい、本日一組のゲストは歌手の大谷梨佳子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんこんばんは、大谷梨佳子です。はい、来た。はい、やっと来ましたね、60ドライブ。確かに、ずっと出なかったんですよ、私。ねえ、その60トライブって、うん、これからブレイクしていく方の登竜門のラジオって聞いてるんですよ。誰が言ってたそれ誰が言ったそれ。そうなの。そんなこともないですけど、はい、なのでもうずっと出たかったんですけど、はい、今日はこのお世話になっているラジオ日本の中でも私が代表して、うんうん、しゃべりスターを代表して来させていただきました。しゃべりスターを代表して今日来てるんですか。そうなんです。そうなんだね。いや、もう本当ね、しゃべりスターの CM とかもバンバン流れてるし、うん、チェケラウンっていうやつ。チェケラウン、そうそう。あ、高見さん、ね、今日ちょっと来れなかった、はい、まあ、オーディションに落ちちゃったんですけど、60ドライブのないでしょ、オーディションなんて。ないですね、オーディションは。ただ今からでも来て出て大丈夫だわ。いやいや、ダメです、ブレイクしちゃうんで、来られると別にしないよ。残念だけど、ここ出たらみんな売れていくんじゃないですか。ない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 、ないないない、みんな大原優乃ちゃんになれるんじゃないですか。ない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 なれないんですか。ないです、なれません。慣れません。聞いてた話が、なんならゆうのちゃんはブレイクが、先ですね。そうだね。ここじゃなくて、うん、60さんがついてった。うん、ついてった方です。もともとドリームファイブでラジオ日本で番組やってたみたいな流れから、ね、うん、はい、流れからです、うん、そうですね、うん、このしゃべりスタも7年ぐらいやらせていただいてるんですけど、そうですよ、うん、むしろなんで今まで出なかったんだろうっていうのが、うん、いや本当ですよ、多分ね、これ言ったらね、共通のスタッフさんも多いから。そうなんですよ。逆にいつでも出せるだろうみたいなノリで。ああ、なるほど。ああ、なるほどね。まあまあまあ、別にいつでも出ようと思えばすぐ出れるから、はい、まあ後回しでいいんじゃないで、いやいやいや、ずっと後回しにされてたんじゃないですか。そうなんですよ。7年後回しにされてて。ね、言ったらね、仲のいい人もたくさん出てるわけでしょ。そうか、アーニャもね、昔から知ってるわけでしょ。うん、知ってる。そうなんですよ、一緒にアイドルをやらせていただいてて、来てくれたよ。一緒にはアイドルやってないから。ほぼ一緒にやってたじゃないですか。確かに気持ちのすれ違いが、同じ時代を一緒にやってたじゃないですか。すれ違ってるよ、気持ちが。今だと同じグループでやらせてもらってみたいな。ういうイメージだった。大先輩です。いやいやいや、アンニャの方がちょっと先輩、ちょっとだけね、一、うん、ミクロだけ。一ミもほぼ同期じゃない。いやいやいや、まあ、せっかく来てくれたんでね。はい、じゃあアンニャから紹介いきましょう、はい。1996年滋賀県生まれの大谷梨佳子さん、うん、去年までベイビーレズジャパンのメンバーとして活動されていました。はい、そして先月ですね、ファーストデモ CD 響けプレリュードをリリースされたばかりです。はい、そうなんです。ますなんか歌手って紹介されたのがすっごい恥ずかしくて、うん、言われたことないんですよ。歌手だね、はい、確かにこの歌手の大谷梨佳子さん、いや恥ずかしいですよ、しゃべりっさの CM の子たちっていう想像はつかない。ガハガハ笑って。そうだね、うん、だどんな子ですかみたいな聞くと、やっぱみんなが言うのはすげえ喋る子たちっていう。そうですね、うん、もう30分の番組なんですけど、うん、1時間絶対収録するんですよ。大変だな、スタッフ編集が。本当に編集が大変、止まんないんですよね。なので30分2本通りを大体3時間ぐらいかけて、うん、もったいないな、いつもやってます。うん、こう、ラジオ日本で水曜日23時から23時30分放送中ということなんですね。そうなんです。まあもうぜひぜひ、うん、相方も一緒に今度。そうだね、そうですね、うん、私で多分今日は、はい、そのリコピンの魅力をもうガンガン、はい、みんなに知ってもらって、ね、はい、2人来ちゃうとすっげえ喋っちゃうから。そうなんですよ。いや、そうなんだ。止まんなくて、多分私7年なんで、うん、あと7年高見さん来るまで俺らも頑張んなきゃ。俺らも頑張ろう。いや、603この番組続けないと7年も。603大丈夫です。そうよ、高見ちゃんのためにも続けよ、俺らも。そうですね、うん、だね。なんかちょっと悔しいです、高見さんいないのにこんなに会話に出てきて、うん、もうやめよう、じゃあもう一切言うのやめよう、もう。もうやめよう、じゃあちょっとね。そうなの、ね、今日ねすごいね、うん、ファンの方からメッセージがたくさん来てるので、はいはい、ちょっと読んでいきたいんですけど、はい、ラジオネームエピさんです。土屋さん、玉井さん、こんばんは。そしてゲストの大谷さん、ベイビーレイズジャパン解散後、はい、再び歌手として活動を始めてくれたこと、はい、心から嬉しく思っています。ありがとうございます。そんな大谷さんですが、うん、去年ですね、ベビレ解散が発表された時、はい、最初は歌はこれで区切りをつけると言ってました、うん、
そこからもう一度歌い続ける決心をするまで大家さんの自身の中でどのような考えが変わっていったのか今日は聞いてみたいです、うん、ビビレが大好きな玉江さんが大家さんの内面をいっぱい掘り下げてくれると期待しています。だって嬉しい。もうあの本人とは反対に、はい、ファンの方も今日がっつり歌手の大家里佳子を聞きに来てますから いじられてます私大丈夫ですかね。がっつりよこれも。そうですよね、うん、そんな真面目な話あんましたことがこれをちゃんとストレートに捉えないところがまだねいじられてますよねいじってません。関係性がある程度できてるからね。でも最初は、うん、あの歌はもうとりあえずここで区切りつけるって言ってたのね、うん、そうですね。そうだったんだ、うん、やっぱりあの6年、はい、ビビレジャパンっていうアイドルで活動をしてたんですけど、はい、6年やったら、うん、結構もう十分かなって本当に思ってて、うん、それこそあの、うんね、青春を捧げた期間だろうしね。そうですね、15歳から21歳までだったので、うんで終わった後にやっぱりもうこれでいいかなとは思ってたんですけど、はい、そのラストライブを山中湖っていう、うん、本当に富士山の目の前のステージでやった時に、うん、なんかもったいないというか、うん、こんなに今応援してくれてる方が目の前にいるのに、うんうん、こんなに私のこの歌声とか、うん、本当に大好きだったよとか言われると、うん、なんかもうちょっと歌っててもいいんじゃないかなっていうのを純粋に感じたっていうのと、うん、あとは周りで応援してくださってたそれこそスタッフさんとかも、うん、もうちょっとやってみていいんじゃないかなって声をかけていただいたのが、うんうん、すごく自分の後押しになったので、うんうんうん、すごい勇気はいることだとは思ってるんですけどもう一回歌うのを決めました。まあね、そうやって言ってくれるならね、はい、やった方がいいよね、はい、うん、いや私この間あの、はいはい元メンバーのみおちゃん、うんうん、が出るって言った時に、うん、あの大家里佳子がその後に出るみたいな、そうなんです、を聞いて、はい、行くでしょって言ってみんなで行ったんですけどもうあのね LINE もしたんですけど、はい、マジで120点満点ぐらいすぎていや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 なんかあもっと早くこれやればよかったのにっていうぐらい、もう完全になんかリコピンでなく大家里佳子になってて、それが本当に衝撃的で、あまだこういうあの最高な感じのライブしてくれる人いるんだと思って、嬉しい。鳥肌立っちゃいました今ちょっともうなくなっちゃったんですけど早いな弾くの早いな鳥肌、うん、出るのも早いし弾くのも早いな今ちゃんとシュッシュじゃんもうわーってなりました。一瞬バッて出てすぐ引っ込んだのわーってへよって、うん、いやほんとに早いいね、うん、マジで、うんうん、あれですよ、それこそあのスピードワゴンの井戸田さんとかがね、はい、好きで、あの相方うちの相方もジュンさんと一緒によく見に行っててみたいな。そうなんですよ、うん、グループの時に、ね、それこそ解散発表した後、うん、もうすごい忙しいと思うんですけど、うん、ライブにわざわざ来てくださって、うん、だちょっと悔しかった俺、先に相方の方が絡んでって俺はこの60があるからね、そのまあ絡むことあるだろうと思ってたけど、はい、確かにね、結局そのねベビエとしては絡むこともなく、そうですね、歌手としてねえすげえ強調していってきたなどうですかこのソロになって変化というか。そうですね、やっぱりいいのは 120% 自分に集中ができるんですよ、うんうんうん、やっぱりちょっと5人グループで6年間誰もメンバーかけることなくやってたんですけど、やっぱライブ1個するにあたっても、じゃあ MC 確認するよ早く集まってとか、この歌は大丈夫とかみんなで言い合ってたので100を5人で終わってる感じだったんですけど、今その面で言うと自分に集中できるのはいいかな。まあね、ミスしても自分全部自分の、ね、そうですね、責任だしね、良くも悪くも自分の責任なので、けどやっぱやっぱり寂しいですね。そうか、そうなんだ、寂しいです、うん、全然寂しくない。え？だってもう週1ぐらいで飲んでるもん、年中会ってるからでしょ、うん、それ、うん、そっか、全然会わないんですよメンバーに。あ、そうなんだね。そうなんですよ、もうみんなも結構全然違う活動してるしね。あ、そうね、本当に女優さんとか舞台とかミュージカルもやったり、あとリオトンっていうちょっと不思議だった、はい、まあ、不思議な最年少の子は、なんかゲームをずっとやったりいいな俺そうなりて一番憧れるわ小説書いたりね、いろいろしてるもん、ね、小説も書いたりと、本当にみんな全然ジャンルが違うお仕事をしてるので、うんうん、また5人で売れて、うん、5人で集まって、いつかまた集まって、はい、っていうのは決めてます。あ、これあの人も嬉しいだろうね今の一言ね、うん、そうですね。そして今回持ってきてくださった、ファーストデモ CD なんですけど、はい、これ気に入っていること と大変だったところも聞きたいんですけど、どうでしょう、初めてソロの、そうですね、うん、CD を作ったというのは
やっぱり出来上がったのを見てすごい感動しましたし、はい、そのレコーディングってグループの時も1曲丸々撮ってたんですよ、うん、私たちは、うんうん、歌わりは、そうなんだ、はい、決まってなくて、あ、そうなんだね、いいところを抜いていってたので、いいグループだなそれ、そうなんだ、そうなんです、なので1曲歌うことには慣れてたんですけど、うん、その1枚目からすごいこだわりたいというか、うん、やっぱりできるだけ今の自分ができることを 100% で、うん、120%200% に見せたいと思ったので、うん、レコーディングに7時間ぐらい一人で、それはかけすぎやね、かかっちゃって、うん、すごいね、こだわりすぎて、こだわりすぎて途中からもう何が正解か分かんなくなりそうだよね、そんな時間かかっちゃってね、なのですごいそこはそれだけ、ね、気持ち入れてやってますからね、はい、うん、なるほど、ね、そしてあのあれですよね、今回クリエイターの宮本まなみさんとのコラボによるジン、はい、この雑誌がなんて言うんだろう、ちょっとした写真集ではないけど、マガジンまで行かないからジンってこと、はい、いやそういうことではないと思うんですけど、このジンっていうもの初めて、ね、うん、知って、でこれがついている状態だと2000円、うん、そうです、ついていなくてこれ CD だけだと、CD だけだと今ライブ会場では500円で売ってます、うんうん、手頃お手頃、うん、でそのジンとか CD がセットのは、はい、あの渋谷蔦屋さんの6階で、うん、今も販売されているので、うん、よかったら皆さん見に行ってみてください、これ、はい、この写真ね、いや好きよ女子好きよ、これの、ね、そのこれもあの赤リップをすごい強調してるんですけど、うんうん、それ以外のメイクはもうせずに、うん、すっぴんでいきたいっていうのは決めてたので、そうなんだね、じゃあもう早速ね、はいはい、曲あのこれだっていうのを聞いてもらいましょうかね、はい、曲紹介お願いします、はい、それでは皆さん聞いてください、大谷梨香子で響けプレリュード、聞いていただいたのは大谷梨香子さんで響けプレリュードでした。60トライブ、この後もまだまだお話伺います。メッセージもお待ちしております。60トライブ、水曜日は斜め45度土屋隼人と玉井アナで楽しくお届けしています。60トライブ、水曜日は斜め45度土屋隼人と玉井アナで楽しくお届けしています。60トライブ、東京麻布台ラジオ日本第一スタジオよりお送りしています。トライブゲストコーナー、引き続き歌手の大谷梨香子さんにお話伺っていきます。お願いします。はい、引き続きお願いします。はい、この時間まずはですね、お知らせ等がありましたら、はい、行きましょう。あ、はい、あの私本当にたくさんライブやってます、うん、近いところで言いますと、はい、5月15日に新宿ロフト、うん、そして5月26日に赤羽レニー、はい、そして6月9日には音玉にも出演します。詳しい情報は私大谷梨香子のホームページをチェックしてください。よろしくお願いします。はい、うん、皆さんね、足運んでくださいね。お願いします。はい、はい、ではではまたまたお話をたっぷり聞いていきましょう。はい、今日のメールテーマがですね、うん、あなたの自分ルールについてなんですけど、はい、これやっちゃってるないつもっていうのってありますか？あります。なんでしょう？私家に帰ると、うん、とりあえずすっぽんぽになるんですよ。とりあえずみんな今こう普通にお茶とか飲んでたブーって音量でかくしたと思う、みんな。何何何、そうですよね。あんまり実はいないらしくて、その洋服とかに着せられてる感というか、窮屈なんですよ。洋服着てることとか靴履いてることとかが。それ家着いてまず最初にそれするってこと？あ、もうすぐ靴脱いで。どこまで脱ぐの？あ、全部です。パンツも？パンツも変えるときあります。あ、今日仕事長かったな、履き替えようかなみたいな。それでなんかリセットというか、もうこっからはプライベートの私だよっていう。でもさ、手間じゃない？それ、家着いてすっぽんぽんになって、はい、そのままお風呂行くならわかるよ。はい。だけどお風呂行くまでの、なんか。行くわけでもないの？あ、行かないです。そのままリビングというか、そのテレビの前。でもやっぱその開放感が味わいたいんだ、ストレスからこう。そうなんですよ。スイッチオフっていうのを物理的にもう感じたいんだ。物理的に感じたくて。窮屈だったっつっても、はい、解放されてんじゃん、家で。
かそれこそツアーとかのホテルとかでも、うん、もうすぐ脱いじゃうんで、なんかその後どこにも行けないんですよね。ご飯食べに行くとかもあんま参加しない方で、うん、ツアーの時から、また服着るのめんどくさいやつ、めんどくさいと思って。そうなんだ、そうなんだね。自分ルールだね。自分ルールですね。本当もう強いて言うな、本当だったらもう服はもう着たくないわけでしょ。そうなんですよ。もう靴も履きたくなくて。よかった今日来てくれてて。さすがにちょっとさすがにね、はい、ちょっとこうね、法律に引っかかっちゃうから服は着なきゃいけないけど、しゃべりさんの時よりおしゃれしてきました。しゃべりさんめっちゃダサいんですよいつも。もうほんま家みたいな感じなんで、しゃべりさんの空間、この場家みたいな感じっていうと裸でやりたいみたいな。そうなんですよね。もうすっぽんぽんでやっちゃった方が。いやダメダメダメ、トーク弾むのにと思って。素が出せるのに。スタッフさんがどこ見ていいか分かんなくなっちゃうから。大丈夫ですよ、スタッフさんは多分大丈夫だろ、もう慣れてるんで。もうそんな扱いなんですね。もう長年やってるとね。そうですね、お互いのお世話になってます、ね、これはリスナーの皆さんちょっとテンション上がったんじゃないでしょうか。いいね。そしてですね、はい、ビアアドバイザーの資格を持っているって話を聞いたんですけど、うん、そうなんです。え、ビール？これビールで、あの人にビールをおすすめしてもいいっていう資格なんですけど、うん、別に誰がしてもよくない。ダメなんですよそれが。なんかあるらしくて、お店とか出せるらしいんですよ、こういう資格持ってると。だからそれをちょっと番組の企画で撮ったんですけど、うんうん、そういうことね、はい、じゃあ別にそんなビールがものすごく好きでとかってことで、あ、もともと大好きで、うんうん、お酒の番組をずっと生配信でやってて。お酒の番組すごいな、はい、2時間飲みながら話すだけっていうのをやってました。じゃあもうお酒も強い色。そうですね、うんうん、酒豪だ。酒豪、まあ酒豪って言うとちょっと響き悪いかなと思うんですけど、マネージャーさんとかと飲みに行っても一番通常ですね。いやでもね、根っからの酒飲みなんだね。弱いですって言っといた方がいいよ。いや本当そうなんですよ。なんで？本当に。あ、か弱いアピール。大丈夫。いやいや、そうじゃなくて大丈夫。あ、私強いですって言った。うん、本当に強い人が来た時に、うん、マジで潰されるから。へえ。だからもう何かと、あ、弱いんです弱いんですって言って、うん、みんな潰れときゃいいって思ってるぐらいの方が自分に害がないと思う。本当そうですね。まだ出会ってないだけで、うん、こう潰れたっていう経験がないんですよ人生で。物も全部持ってますし、物も全部持ってます。スマホ鍵、財布。いやそうだね。うん、記憶もなくしたことない。全く、うん、全部覚えてるんですよ。わかる。それはそうだね。ビアアドバイザーってことでしょ。ビアアドバイザー。どういうことをこうアドバイスしてるの、ビールの。この料理にはこういうお酒が合いますよっていうのを。うん、あ、ビールだけじゃなくないんだ。あ、ビールでこのビールにはっていうのはあるんですけど、ね、うんうん、はい、まだ言うてそんなにビールの種類を実際知らないですよ。どういうことどういうこと。なんかあの試験は受かったんですよ。え、めちゃくちゃ頑張ったんですけど、それは、うん、あの覚える系ってこと。そうなんですよ、歴史とかビールの筆記とテイスティングあと、このビールの時はどういうメニューあなただったら作りますかみたいな。お刺身に合うビールとかもあるわけ。あるんじゃないですか。剥奪だよもう。やばいやばい、剥奪。びっくりしちゃった。ちょっとこの教会の人ダメですよ、この子にこんな資格与えちゃう。あるんじゃないですか。あるんじゃないですか。俺が聞かれちゃったよ。よく受かったね、それで。いや本当にギリ合格して、その試験代すごい高いんですよ。え、いくら。15万ぐらい、かかるんですよ。なおさら、なおさらそれそんだけかけたから追求してこうよ、はい、もったいないじゃん。なんかなんかそのスタッフさんのお金やったんで、うん、それは言わんでいいよ。それ他人事のように、そういうな。絶対落ちたらもう一生恨まれると思って。確かにね、そうだね、人のお金だと思うと頑張れますよ ね、 そうだね。そ、給料から天引きされたらどうしようと思って心配しすぎだわ。きつそうなんで。全然当てになんないなこの資格。そんな資格を持っている、ね、持ってます、うん。そしてですね、はいはい、あのまだまだゲストの大槍加護さんにメッセージ来てるので読みたいと思うんですけど、はいはい、紹介しよう。埼玉県からラジオネーム、うん、細マッチョになりたいアスノさんです。はい、ありがとうございます。ゲストの大槍さん、こんばんは。こんばんは。ソロ曲響けプレリュードリリースや新曲の発表おめでとうございます。ありがとうございます。そんなミュージシャン大槍加護さんに質問です。ズバリ、今の夢のステージはどこですか、うん、よかったら教えてください。今だって、はい、今というかもうこれはずっと思ってることなんですけど、うん、はいはい、やっぱりもう一度武道館に立ちたい。おお、それですね。ソロでってことでしょ。大槍加護として武道館立ちたい。はい、
もう言ってしまいましたから、もう言霊となって、はい、うん、大事だよね、大事大事、言うこと大事、うん、でも私この間見たのがエクマンっていう、うん、台盤でよく使われるような、はいはい、うん、もう渋谷のね、もう老舗のライブハウス、はい、なんですけど、そこで見たんですけど、うん、なんかね、めちゃくちゃ広いステージがもう想像できたんですよ、うん、そう、いけると、うん、もうそれはもうメンバーにも言いました、うんうんうん、もうあの何、大谷理香子として、うん、大きいステージでこう手を伸ばしてお客さんとこう歌い合ってる姿がすごい想像ついて、うん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 、泣いてましたもんね、私。そうなんですよ。そう泣いた、未来が見えて、あ、いいと思って、この人いいと思って、で直美さんとかも、うん、あの子頭いいよねみたいな、ずっとあのライブ終わった後、曲を聴いての感想で頭いいよね。いや、もう頭いいのよ、うん、あの賢そうだよね、喋ってるの聞いてるとね、なんかね、全てにおいてお客さん、うん、だから知らない、自分のことを知らない人もちゃんと置いていかないっていうのを、意味が分かってるか、すごい良かった、うん、いや、喋ってんのも聞いてる、なんか言葉一つ一つ入ってくるもん、なんかね、うん、一言一言ちゃんと置きに来るというか、うん、ちょっとやめてくださいほんまに。ちょっとキャラぶれちゃうんで、ああ、弱点見つけました、褒められんのが褒められ慣れてないっていう、弱いんだわ、めちゃくちゃ弱いなんて人生で言われたことないんで。いや、頭いいよ、うん、でも本当あのライブ終わった後、うん、メンバーさんが楽屋に来てくださった時に、うんうん、もう囲んで、私のことを皆さんで囲んで、ベタ褒めなんですよ。私が言うのもあれなんですけど、本当にベタ褒めで、本当にリコピアン、頭いいわ。いや、本当頭いいわ。え、ライブ見てました？そういうとこ見ちゃうよ。なんか、あの、どれだけリハーサルをして、ここ、あ、考え込んだんだろうなとか、そういう裏を見ちゃうの、ね、そうなんですよ。それを言ってくださるんですよ。あそこ何回練習したのみたいな。いや、恥ずかしいです、そんな話と思って。構成とかね、曲順とか見せ方とか。めちゃくちゃ良かったです、はい、もう皆さんもぜひ遊びに行ってください、はい、ライブお待ちしてます、最高版でございます、はい、ということでね、うん、あっという間にお別れのお時間でございます、早いな、うん、ずっと言ってもいいけどね、最後まで、ね、いいんですか、ただもう一人ゲスト来ちゃいますけど、いや、なんか気まずいです、複雑だ、誰ですか、あの派手な人誰ですかってなっちゃうので、まあいつでもね、遊びに来ていただいてもお願いします、なので、はい、ということでね、うん、最後にリスナーの方に向けて一言お願いします、はい、今日はもう念願の60トライブに出演できてすごく嬉しかったです、そして皆さんも来ていただき、あ、聞いていただきありがとうございました、うん、はい、この後23時から大谷高美のしゃべりスタがあるんですが、はい、先行して60トライブの話をしてますので、あ、本当に、そうなんですよ、多分私はこういうことを言っただろうとか、そういうことか、いい、ね、そうなんですよ、逆答え合わせができるんだね、答え合わせができたり、あと、あの、高美奈緒さんがなんで呼ばれなかったのかっていうのも話してますので、皆さんぜひ23時間も聞いてください、お願いします、ぜひぜひ、ね、今度はね、高美さんも来てくださいね、うん、お待ちしてますからね、はい、はい、ということで皆さんね、ぜひともね、聞いてくださいね、はい、ゲストは歌手の大谷理香子さんでした、ありがとうございました、ありがとうございました、それでは次の曲はですね、うん、大谷理香子さんのリクエスト曲、はい、ということで、はいはい、曲紹介お願いします、はい、では私が最近一番聴いている曲です、はい、B ラッシュでちょ